まあ今夜もね徹夜でございますよ。最近もう動画のことやら YouTube のことやら仕事のことやらでこう頭がいっぱいでね、もう夜も寝られない日々が続いております。牛院徳川です。どうもおはようございます。もう朝ですよ。今日はですね、最近仲良くさせてもらってるコーヒーのことを YouTube で発信していらっしゃるバンカーリングロアさんという方からね、コーヒーグッズをこれまたいただきましたので、それを使ってコーヒーをね入れていきたいと思います。こちらですね、ドーナツコーヒードリッパー。僕ね、このリバーのドリッパーとこのドリップスタンド、これを使ってしか自分でコーヒーを入れたことがないんですよ。これっておかしいですよね。普通はもっとこうスタンダードなカリタとかコーノとか、そういうドリッパーを使って始めるものなんでしょ？ちょっとわかんないんですけど、ちょっとこれはお高いというか、あんまりこう簡単に手を出せるものではないんじゃないかなっていうのが僕の勝手なイメージなんですけどね。なのでドリッパーが違えば味も違ってくるみたいなんですけどね。なんせ僕はスタンダードというものを知らないんで、自分の中にこう基準がまだないわけですよ。だからいいコメントができるかどうかちょっとわからないんですけども、とりあえずやってみたいと思いますね。っていうか、うまくドリップできるのかどうかさえ不安なんですけどね。さあ、こういうもうコップ湯飲みみたいな感じのものと、それからこれがドーナツドリッパーと言われるゆえんですね。こういう木の輪っかがついてると。やっぱ僕はあれですね、ちょっと変わったドリッパーでコーヒーを飲む宿命なのかなっていう感じがしますけどもね。見えるかな、ね、中にこう段がついてるんですね。段々になってて、で穴は結構大きな穴が開いてると、このリバーのドリッパーの穴と同じぐらいの大きさですね。でこれはこのサーバーに直接このドーナツを置いて、でこうこんな感じになるのかな。ドーナツドリッパーは深入り中細引きのコーヒー豆で美味しくコーヒーを入れることができます。1人分のコーヒー 120ml を 12g の豆を使い、1から3人分入れることができます。市販の台形ペーパーフィルターを数のように折り、ドリッパーにセットし引き終えたコーヒー豆を入れますと。じゃあとりあえずこのドリッパーを一旦洗ってきますね。で、フィルターなんですけども、これで良かったんかな、適当にちょっと買ってきてしまったんですけど、こういう台形のフィルターを使うと半分な、この斜めにこうやって折って、で、こんな感じに折るんですかね。じゃあ、山折りって書いてあるからこうやな、こう折れって書いてますね。ほんでここにもっとかな、分からへん。ちょっとこう浮かんだ感じになってるんですけど、これでいいんかな。バサッと、ほうほうほう。ロアちゃんは真ん中をちょっとこう指でへこましてましたね。これでいいかな。落とす面積が狭くなる分難易度がすごく高いと。ね。ちょっと蒸らしていきますね。いけるかな？
下手くそすぎる。むずっ。ガンガン下に落ちてるやん、もう。あ、でもすごい。ただ、代わりに豆がこう高く分厚くなることによって長くコーヒーの粒の中にお湯が滞在することになり、コーヒーの層を通って成分を連れてきたお湯は、この大きな穴から溜まることなくストンと落ちると。で、いわく、まあ、しっかりと濃いのに重くなくすっきりとした飲み心地のコーヒーになるということですね。うん、ものすごい膨らんでますけど、これもういいかな、もういいかな。だいぶ濃いの落ちてしまってるよね、もう下にね。うん、もうちょっとこれ待った方がいいかな。表面がこうひび割れみたいになってるけど、むずいわーこれ。超むずいよこれ。3杯分。じゃあ3杯分じゃあ2杯分。やい。はい。これで2杯分抽出できましたね。YouTube をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、ゆいです。まあ、ちょうどこの2杯分っていうのは、マグカップに1杯分のぴったりの量ですね。じゃあ、いただいてみましょうか。まあ、多分こうなるだろうとは思ってましたけどね。いつも通り、おいしい。アホか俺は。うん、おいしいですよ。うん、でも、思ったよりまともに入れられてますね。この、何ですか、リバーのコーヒードリッパーとこのスタンドをもらって、何もこう分からずに入れ始めた時っていうのは、ほんとね、ものすごい濃いコーヒーが入ってしまったりとか、その蒸らしっていう工程を全然知らずに適当にぐる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 湯を入れればええんやろみたいな感じで入れてて、これがほんまに美味しいのかみたいなね、まあ、そういうこともあったんですけども、うん、まあまあちょっと蒸らしね、ドバーッとかなってしまいましたけど、まあまあうまく入れれてますわ。うん、まともに飲めるコーヒーが入ったと思います。うん、 あとね、最近ね、ブラックで飲めるようになってきました。うん、ブラックで飲むと美味しい。あ、そうそう、コーヒーにぴったりのねチョコレートがあるんですよ。ディボアのチョコレートですね。ベルギーのやつなんですけども、こういう甘いものを食べるときは、こういうブラックのコーヒーがすごく合いますよね。うん、たまらん。あー、この後口がたまらん。そうそう、ロアさんね、パナチューバーっていうことをアンソニーさんとリョン君と始めたあたりで、なんかね、バンカーリングっていうブログがあるなっていうのは僕知ってたんですよ。で、そこで、パナチューバーっていう、まあ、3人組のことを取り上げてくれてたり、あとは僕が瀬戸さんのね、三つ秋 TV ラップの解説動画を作った時に、またそのバンカーリング、まあ、ロアさんが書いてた、昔書いてたブログなんですけども、まあ、そこに、動画を貼って、そのことについてのこう記事をアップしてくれてたりとかね、まあ、そういうことがあったので、
僕もなんとなく存在はね認識はしてたんですけども、まさか彼が、YouTube を始めて、今やもうチャンネル登録者数が5000人もう6000人に届きそうな感じですね、まあ、コーヒーの、ことをコーヒーグッズとかね、まあいろいろこう師匠についていろいろ詳しく勉強されていて、まあコーヒーの勉強になるなっていうのももちろんそうなんですけども、なんというかね、その動画の作り方がすごいうまいと思うんですよね。今日もツイッターでね何個かつぶやいたんですけど、コーヒーのその生豆木豆どっちの読みが正しいかみたいな動画を出してはって、まあ、その動画の構成がね素晴らしいなと思って、ちょっと思わずつぶやいてしまいましたけどね。最後の絵文かけとってっていうところのオチがね、もうあれは落語や、あれは落語のクオリティがあったと思いますね。まあ、そういうところもあって、こう目を見張るものがあるというか、いいな、おしゃれだなって。あと DIY とかねやってるんですけども、あれも真似したいなって思うしね、僕もあんな壁紙みたいな貼ったりしてますけどもね、引っ越したらちょっともうちょっとこう動画撮影がこうどのアングルで切り取っても絵になるような、そういう部屋作りを DIY でやってみたいなとこう思わせてもらったりとか、まあいろいろね彼女と二人で影響を受けまくってますよ。あとね奥さんと2人でねこう動画作ってるんですけども、まあ、それもねものすごい羨ましいな、いいカップルやなって思うんですよ。ちょっと見ててこう微笑ましいというかね、ほっこりするところもあったり、またコーヒーのことでは勉強になったり、こういろいろこうなんていうのかな、触発されるところがある方ですね。またいつかこう機会があればね、なんか一つコラボでなんか面白い動画作ってみたいなって思わせてくれる人ですね。まあ視聴者数も結構被ってんのかなって思ったりしますけども、まだロアバンカーリングロアさんのチャンネル知らない方はね、リンク貼っておきますんで、よかったら見に行ってみてください。とにかくほっこりする、ほっこりします。いいものもらいましたね。どうもありがとうございます。より一層これでね、コーヒーライフが広がるんやと思いますよ。楽しんでいきたいと思います。さあ仕事に戻ります。それではまた次の動画でお会いしましょう。ギュインとコガでした。バイ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 、ちゃうな、バイバイ、あ、こんな感じやな、バイバイ。